ウーベルドーズ、ウーベルドーズとは、イギリス生産、ハンガリー調教の競争馬である。ハンガリー調教馬として、異例の国際的な活躍を見せ、注目を集めていた。イギリスでは、ブダペストの弾丸との異名で呼ばれていた。ハンガリー国内の愛称は、ドージー。英語読みで、オーバードーズと表記されることもある。2005年4月に、イギリスで生まれる。 翌2006年11月、ニューマーケットで開催されたセールに出品されたが、背が低く見栄えのしない場体で、ハンガリーで鉄鋼会社を経営するミコチゾルタンより、わずか2100ポンド、約50万円で購買された。その後ハンガリーに渡り、ブダペスト近郊のリバル付きサンドル級車に入る。2007年6月に競争馬としてデビューすると、 キンチェムパーク競馬場での初戦を16馬審査で圧勝する。以後中央諸国の短距離競争を中心に出走を続け、セントラルヨーロピアンチャレンジカップフューチュリティなどを含め、いずれも2着を大きく引き離しての6連勝を果たす。これを受けて2008年5月にドイツバーデンバーデン競馬場の準優勝競争に出走。これを9場審査で圧勝し、 パート一国でも通用する資質を見せた。スロバキアでの競争を8馬審査で制した後、ドイツに戻り、ロトハンブルクトロフィーに出走。この競争から安城に、オーストリア人騎手、アンドレアス・スボリッチを迎え、重賞2勝のイギリス超強馬アバーバジンに1馬審判差をつけて優勝した。続く、ドイツ最大のスプリント競争、ゴルデネパイチェも同馬に2馬審判差をつけて、 優勝すると、自走はフランスに遠征し、各国のスプリンターが集うアベイドロンシャン賞を迎えた。ここまで G1 競争参賞を挙げる、マルシャンドールなど4頭の G1 優勝馬が顔を揃える中、ウーベルドーズは2番人気に支持され、観戦エリアにはハンガリー国旗を振るファンの姿もあった。しかし発送時に17番枠フリーティングスピリットのゲートが開かず、 発想不審生として赤旗が振られた。だがスボリッチを含む数名の機種がこれに気づかず競争を続け、ウーベルドーズは過去25年で最も早い54秒後というタイムで再選着した。入選後に競争やり直しが発表されると、ウーベルドーズ陣営は激怒し、馬の疲労が激しいことを理由に午後6時から予定されていた最早への出走取り消しを行った。 一ヶ月後、イタリアのカルロフランチェスコ・アルイージ賞に出走し、10馬審査で圧勝、11連勝を達成して、シーズンを終えた。この年のワールドサラブレッドレースホースランキングでは120ポンド、芝短距離区分で、第3位タイ、総合41位の評価を受け、ハンガリー調教馬として、国際レーティング制度史上初のランインを果たした。翌2009年、 グローバルスプリントチャレンジ制覇を目指し、春から夏にかけてのイギリス遠征を行うことが発表される。4月19日、都営前の前哨戦として、地元キンチェムパークの OTP ハンガリア大賞に出走。当日は通常開催時の20倍以上となる2万人以上の観客を集めた。新たな安城に、ベルギー人騎手クリストフスミヨンを迎えると、 芝1000メートルのコースレコード54秒6を記録日着に八場審査をつけて圧勝し2009年初戦を飾った。しかし競争後、左前足に炎症が見られたため、イギリスでの初戦に予定していたテンプルステークスを回避。その後の経過で右前足にも炎症を生じ、夏に予定していたロイヤルはスコット開催へのかも白紙となった。以後は前年。 幻の勝利となったアベード・ロンシャン賞での復帰を目指し、フランス南都のリハビリテーションセンターで療養を続けていたが、現地で状態が悪化。ハンガリーに帰国し、年内を休養に充てることが発表された。場所のみこついは、リハビリという目的だったが、フランスのスタッフは、調教を従ったと主張し、彼らは、我々が単純な、東欧人だと高をくくっていたと強く批判。 今後、ウーベルドーズをフランスへ連れて行くことはないだろうと語った。10月、管理していた調教師、リバルスキが2009年にいっぱいで、ハンガリーでの調教師を辞め、ドイツに移転しようとする動きがあった。ハンガリー競馬は民営化が近づいており、キンツェムパーク競馬場も開発の危機にさらされているという。そんな中で、リバルスキはドイツに移転し、 それに伴いウーベルドーズも連れて行きたいと述べた。また同じ10月、バシのミコチがルーマニアで逮捕される事件が起こった。容疑は、文書偽造により食品加工機械を盗むなどの計画をしたとしての窃盗罪。ミコチは2ヶ月後に釈放された。その際、調教師のリバルスキと共に移籍されるかと思われていた、ウーベルドーズは、 場所であるミコツィが、ハンガリー所属馬として世界に名を馳せたいと推行を示し、ハンガリーに泊まることになった。6月、ロイヤル・アスコット開催への参戦などが取り沙汰されたが、断念。その後、ミコツィは7月のジュライカップへの出走を示唆したが、結局このレースも回避。7月18日に、スロバキアの準重勝競争であるミイサ賞で復帰し、 チェコのゲイリーハインドを安定に半馬審査で勝利した。続く地元ハンガリーのパンノニア生名賞は10馬審査で圧勝し、連勝記録を14に伸ばした。この後、連勝記録を15に伸ばすべく、2008年にすでに勝利しているドイツのゴルデネパイチェニスミヨン機場で失踪した。しかしこのレースで、ウーベルドーズはゲート入りを嫌い。 さらにスタートでつまずいたのも響き7着と大敗し、連勝記録がストップした。場所のみこつは、レース後、いつもウーベルドーズは、レースに対して前向きだが、この日はそうではなかったと語っている。ドイツのほっぺがる典型馬場で行われた、条件戦で復帰。6馬審査で圧勝した。その後イギリスに遠征し、テンプルステークスに出走したが7着に敗れる。 続くロイヤル・アスコット開催の、キングズ・スタンド・ステークスも4着に終わった。その後イタリアに遠征し、カルロフランチェスコ・アルイージ賞に出走し勝利した。ドバイミーティングを目指し1月にドバイ入りしたが、そこで右足に怪我を負ったため参戦を断念している。その後、回復し、状況を再開したところ彼が再発したため、競争復帰はできず、引退を余儀なくされた。 タネボバ入りしたが、2015年7月1日、戦通のために死亡した。LR は、リステッドレース、準重賞の略。競争格で、色付けのないものは、国際グレード、グループ外競争。競争名の C は、カップの略、T は、トロフィーの略。ハンガリー競馬出身の著名馬には、1870年代に、ヨーロッパ各国の大競争を制し、 54戦54勝という成績を残した品馬、キンチェムがいる。この時代の前後にはハンガリー競争馬の資質は、イギリスをしのいでいたとも言われるが、オーストリアイコール、ハンガリー帝国の崩壊とともにそのレベルは大きく、低下し、ウーベルドーズのデビュー時点でハンガリーは競争、馬さんレベルの国際規範を定める、国際競り名簿基準委員会にも加入していない。こうした状況下で、 バシュのミコツィは、ウーベルドーズを新たなキンチェムと呼び、ハンガリー競馬復興への期待を語っている。父、スターボローは1997年のジャンプラ賞とセントジェームズパレスステークスの優勝馬。母は未勝利馬だが、ツボアペンドはセントサイモンステークスなど3賞を挙げている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。